いやー、どうも皆さん、こんにちは。本日もモンスターハンターライズの動画を撮っていきたいと思っております。で、今日なんだけど、とても重要な話をしていきたいと思っております。すでに皆さんご存知かもしれませんが、ついに、なんとね、7月末に予定されているカプコンコラボ第2弾の内容が決定いたしました。今日はそちらの内容を中心に話していければなと思っております。おそらくね、皆さん言いたいことはたくさんあると思うんですよ。多分ね、言いたいことがありすぎて困ってると思います。ですので、ぜひね、コメント欄に感想であったりとか、これからの希望だったりとか、なんかもうね、好き勝手いろいろ書いてください。よろしくお願いします。では早速内容に入っていきましょうか。いや、本当にね、盛りだくさんですよ、今日話したい内容。で、まずですね、6月の29日にダウンロードコンテンツ、そして6月30日にカプコンコラボ第2弾。で、こちらなんだけど、大神が確定しました。皆さん、大神って知ってますか？どうなんだろうね。まあ、知ってる人は知ってると思うんですが、知らない人は知らないのかな？今、右上に画像載せたんだけど、まあ、雰囲気的にはこんな感じよ。モンスターハンターライズと同じような感じで、和風モチーフみたいな感じかな。おそらくこの動画見てる方で、大神ってなんぞや、初めて聞いたぞっていう人がたくさんいらっしゃると思うので、大神のストーリーを軽くメモにまとめてきました。ですので、大神が全くわからない方はぜひね、こちらのメモのストーリー読んでいただければと思います。簡潔的にまとめました。まあすごくわかりやすい話なんですけど、古代日本的な世界を舞台とするゲームですね。まあここに関してはモンスターハンターライズと非常に親和性があるんじゃないかなと思ってます。だからね、割と大神ってありっちゃありではあるんですよね。カプコンコラボ第2弾の相手としては。僕はですね、最初、6万とかが来るんじゃねえかなと思ってたんだけど、あ、そう来たかっていう。なるほどね。なかなかやるやん、カプコンさんって思いました。まあ、確かに、ロックマンとか、他のカプコンのゲームの方が、大神より売り上げも高いし、知名度もあると思うんだけど、ただ、モンスターハンターライズとの親和性っていう部分を考えると、確かにね、大神が一番合ってるんですよ。超マッチングしてるんで、そう思うとね、めっちゃうめえな、カプコンさんって思いました。まあ、ここに関しては、まあいいんじゃないでしょうか。正直あまりね予想はしてなかったんだけど、そういう攻め方をしてきたか、まあ、結構うまい感じねやられてるんじゃないでしょうか。あとはですね、カプコンコラボ第2弾が確定したっていうことで、軽い映像も公開されてました。それをキャプチャーしたのが今左上に出してる画像なんだけど、これを見た感想としましては、まずですね、 BGM がめっちゃかっこいいと思いました。ね、専用 BGM じゃないかなと思ってるんだけど、おそらくイベントクエストにこれはなるのかな。僕もですね、さっきちらっと見た感じなんで詳細まではわからないんですが、おそらくカプコンコラボ第1弾の時と同じような感じでイベントクエストになると思いますね。なのでこの BGM 聴けるのはこのイベントクエスト限定って感じになるんかな。めっちゃ豪華なんだけど、いや普通にさ、他のクエストでも使ってほしいぐらいめっちゃかっこよかったです。これは本当に良かったなと感じました。あとはですね、まあ、さっきも言った通り和風コラボが合ってるなと思いました。そしてこの狼っていうゲームなんだけど、本物の狼とかけてるんですよ。それが狼の主人公なわけなんだけど、今作モンスターハンターライズでは新たにガルクっていうお供が追加されました。これがおそらくこのイベントクエストでは反映されてるって感じかな。まあ、要するに狼の世界の狼がこのモンスターハンターライズの世界にやってきたっていう感じですよ。なんかギャグに聞こえるかもしれないけど、これなんて言ったらいいかな、アマテラスって言った方がいいのかな。まあ何でもいいか。まあとりあえず狼っていうゲームに出ていた主人公がこのモンスターハンターライズに友情出演みたいな、まあそういった形になっております。そしてあとはですね、新武器が出そうだなと思いました。雰囲気的には今までは新防具であったりとか重ね着であったりとかスタンプであったりとか様々なものがイベントクエストで追加されてきたわけなんだけど、今回はもしかすると新武器の可能性あるんじゃないかなと思ってますが、いかがでしょうか。特に総中魂とか、多分ねこれ主人公持ってるの総中魂ですよね。なんかそんな気がしたんだけど、ちょっとわかりませんね。まあ、どうなんでしょうか。ただせっかくのイベントクエスト、なおかつカプコンコラボ第2弾っていう形だから、まあ、多分ね新武器か新防具どちらか来るんじゃないかなと思ってます。そして前回のイベントクエストが新防具だったから、まあ、流れ的には新武器普通に来てもおかしくないんじゃないかなと思いましたね。まあ、どういった新武器が来るかっていうのは正直わからないんですが、今のところは総中魂の可能性が高そうだなと思いました。まあ、そんな感じかな。まあ、いろいろね他にも言いたいことがあるんですが、まあいろいろ突っ込みどころ満載ですよね。うん。まあ、狼確定っていうのは別にいいんだけどさ、実はね、9月の予定もちょこっとだけ出たんすよ。まあ、多分ね、皆さん知ってると思うんだけど、まあ、そこについては、
また後日他の動画で話すわ。一応ね、9月の予定も軽く出たんだけど、出たのはいいけど、まだ明らかになってないことがたくさんあるんで、まあそこも踏まえて後日話せればなと思ってます。まあとりあえずね、今回の趣旨としましては、カプコンコラボ第2弾。さらに、今月7月末のアップデートについてなんで、まあとりあえず詳細についてはこんな感じかな。まあとりあえず、6月29にダウンロードコンテンツが出る予定なんで、まずはそれを楽しみましょうという話。そして6月30日にカプコンコラボ第2弾がやってきます。まあこれに関しても非常に楽しみなところですね。そして6月30ということで金曜日ですので、もちろんイベントクエストが配信されますと。まあ多分ね、今回カプコンコラボ第2弾が予定されているので、今までみたいな通常のイベントクエストは配信されないと思います。それの代わりにカプコンコラボ第2弾がやってくるっていう形だから、まあ正直言ってね、アップデートが来るっていう、まあそういった話にはなっていたんですが、まあ実質そんなにアップデートではないよねっていう、体感的にはね、そういったイメージを僕は抱きました正直言って、まあアップデって言いつつ、正直言ってそんなアップデではないよねっていう感じかな。まあ正直言っちゃうとそんな感じですよね。まあとりあえず6月29にダウンロードコンテンツあるんで、まずはそれを楽しんでいきましょう。ただこれね、一つ注意点があるんですが、ダウンロードコンテンツって書かれているんですが、これね、多分有料ですよね。多分無料ではなくて有料だと思うんですが、これさ、有料って書かれてないよね。ダウンロードコンテンツとしか書かれてないからどうなんだろう。一応ね、無料タイトルアップデートっていう括りになってるのに、なぜかよくわからないけど、このゲームね、無料タイトルアップデートに普通に有料のダウンロードコンテンツぶっ込んでくるからな。前回のカプコンコラボ第1弾の時も、お!マジで?無料でダウンロードコンテンツがそんなついてくるのか、すげえじゃねえかカプコンと思ったら有料だったっていう、そういった悲しい話もあるんで、多分今回も、無料ではなくて、有料の可能性が高いんじゃないかなと思っております。いやー、マジか。カプコンさん。儲かってんだからさ、無料にしようぜ。無料にしようぜ。けどさ、無料にしてもそんなね、罰は当たらないと思うんですけどね。どうなんでしょう。まあ別にいいんですけど。まあとりあえずそんな感じですかね。そして見た感じだと、スタンプが中心になりそうな感じがするな。多分ね、6月29のところに映ってるのはこれスタンプですよね。まあとりあえずこういった可愛いスタンプが手に入りますと。けどさ、みんなスタンプって使ってる?まあ使ってる人は使ってると思うんだけど、俺はね、全く使わないんだわ。ガチで全く使わないからさ、まあ嬉しいっちゃ嬉しいけど、もうちょっとなんかね、実用性があるやつが欲しいなと思いました。ぶっちゃけね。まあ今回の動画でぶっちゃけちゃうけど、まあ割とマジでね、実用性あるやつが欲しいっすよね。なおかつお金出してスタンプっていうのはちょっと悲しいんでね。まあとりあえず感想としてはそんな感じかな。まあまあまあ総括をすると、今回のカプコンコラボ第2弾、まあ第2弾って言われてるわけなんだけど、他ゲーともコラボするのはこれがね初めてなんですよ。第1弾の時はストーリーズ2だったから、まあモンスターハンターライズの片割れみたいな感じじゃないですか。まあ姉妹みたいな感じなんで、あれはね、まあノーカントすると、まあ実質ね、これがカプコンコラボ第1弾みたいな感じだから、まあ滑り出しとしてはいいんじゃないかな。まあここから、まあ第3弾、第4弾、第5弾と続いていく予定みたいなんで、まあ大神が、皮切りで。で、次回で多分ロックマンとか、多分そんな感じになるんじゃないかな。まあ、やっぱりね、カプコンといえば、ロックマンっていうイメージがとても強いんで、まあ、多分ロックマンの可能性が高いんじゃないかなと思ってますね。あとは逆転裁判の発売も控えてるんで、もしかすると逆転裁判も来る可能性あるんじゃないかなと思ってますね。どうなんだろうな。まあ、逆転裁判も結構熱いからね。しかも新しい新作が出るっていうことだから、まあ、カプコンさん的にはなんか戦略的にやってきそうな感じはするけどね、ちょこちょこね、戦略を感じてしまうで、可能性は高そうだなと思いました。なので俺は予言職は、8月のカプコンコラボ第3弾は6割逆転裁判で、4割がロックマンみたいな感じじゃないかな。まあさすがにここでモンスターハンターライダーズっていう可能性は低いと思うんで、まあモンハン関連とかのコラボはもうないと思いますよ。さすがにしつこいからな。なのでまあ他ゲーだと思うから、まあそうなるとやっぱり有力なのは、直近で発売予定の逆転裁判、あとは元祖看板のロックマン、多分どちらかになる可能性が高いんじゃないかなと思いました。はい、まあとりあえず話したい内容としましては以上になります。あとはですね、もし初見さんいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いいたします。おそらくモンハンをやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないと思うんで、ぜひ気軽に登録していただければと思いますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあね。